そして北九州のメンバー、ゴールキーパー吉丸、ディフェンダーは右から本村、伊勢金吾初スタメン、川野、村松、乾、中盤は右から高橋、有ヶ谷、武坂、荒垣、そしてツートップ富山と平山は法政大学出身のルーキー初スタメンとなっています。アウェーの松本、こちらはフォーメーションの予想も少し難しくなっています。ゴールキーパーが村山、そして最終ラインが右から大野、橋内、下川、アンカーの位置に前、右のウィングバックに浜崎、左が富山、ツートップが坂野と去年北九州で活躍しました鈴木、そしてその下に河合と横山、横山は東海大高輪台高校出身のルーキー、まだ18歳です。ただ鈴木の今のヒールパスも非常にいい形でつながっていきます。さあここで前でキープできればチャンス、ボールキープから戻します。横山選手ですね、はい、18歳。さあ河合が入ってきてシュート打てるか、キーパーさんが決まった、先制ゴールは松本山が、河合のゴールです。右サイド切り込んでいって前半15分にまずは先制ゴール松本、まあ、横山選手がこのコーナーのスペースのポイントを取ったところからバックパス入って、ちょっとこう抜け出しの動きですよね。背後へ抜け出そうとしたこの河合選手、まあ、相手武坂選手のプレッシングもありましたけど、テクニカルの股抜きから最後確実に逆サイドを速い弾道、低い弾道で突いた。ファーサイドに多く選手が集まっている北九州、キッカー高橋が変化をつけてきました。低いボール、富山、高橋スイッチでシュート、弾いたボールクリアしました。最後は大野クリア、ただキーパーの村山もファインセーブ。いやナイスセーブでしたね。この富山に対して高橋がボールスイッチしてシュートを打ってきました。富山選手はこのゴール近くでしっかりとこういかない部分につながってますので、しっかりとこう一人一人がタフでありながら丁寧にやる必要がありますね。さあ荒垣が入ってきて、まだ行く、マイナス方向へのクロスなんですが枠を捉えきれませんでした。その高橋です。いいプレーですね。さあ富山が奪って中央針ヶ谷、右本村呼んでいますが、中の高橋右足のシュート、引き足とは反対でした。平山、ここに関して大野がうまくいきました。ヒールパスうまい、上がっていく下川、一気にスピードを上げる、中2人入ってくる、坂野、こぼれた球、シュートはわずかに外れました。ポストの左、最後は横山 J 初ゴールを狙っていきました。富山、高橋、そして本村つながっていく、中5人入っています。ポストに当たって跳ね返ったボール、高橋後ろから乾シュート、決まった、乾、同点に追いついた北九州。一つ平山選手が背後を取ったんですよね、はい、そこからやはり、前線に人数をかけられてというところで、高橋選手、右サイドの大村選手との関わりから最後この左足はやはり精度高いものがありますので、乾選手めがけて、しっかりとマークは疲れてたんですけど、本当にこう気持ちもこも乗せた素晴らしいテクニカルヘディング、まあ、これ吸い込まれていきましたよね。なかなかこの田中を捕まえることができない北九州、3人入ってね。さあ豊島落として鈴木のシュートを打った、古巣への一撃、鈴木のゴール、一気にこの鈴木が流れを変えました。狙いすましたような右足、豊島がねここでしっかりと落としましたね。ここ高さではなくてやはりこうタイミングの良さでボールを最前線で引き出しては相手2人を引きつけて、この落としですね、柔らかく落としてもう打ってくださいというボールでしたね、はい、そうなんですよね。一気に背後
タンドボール生駒。さあ今アディショナルタイム目安の4分は過ぎています。長いボール高橋流れていってここでゲームセット、試合終了。松本山雅連勝、今シーズンの初めての連勝です。